ハンガリー社会主義労働者党は、かつて、ハンガリーに存在した政党。社会主義のハンガリー人民共和国時代の一党、独裁政党である。ハンガリー社会労働党とも。前身は1918年結成の、ハンガリー共産党が、1948年に、ハンガリー社会民主党と合併して結成された、ハンガリー勤労者党である。 ハンガリー勤労者党は、ラーコシ・マーチャーシュ指導のもと、スターリン主義的な恐怖政治をハンガリーに敷いたが、フルースチョフによる、スターリン批判により、失脚、ゲレーエルメイに第一初期を交代させられた。ハンガリー動乱によって体制が動揺した1956年11月、カーダール・ヤーノ州によって、ハンガリー社会主義労働者党として再編成された。 動乱後の1960年代以降、初期長のカーダールは一党独裁制を敷きながらも、東側の社会主義国の中でも、比較的穏健な統治を行った。1966年には、ニエル・シュレジェー初期らによって、新経済メカニズムが導入され、市場経済の一部導入などを進めたほか、同年11月には、国民議会選挙の候補者を、 複数候補制にするなどの政治改革も進められた。これらの改革は1973年にソビエト連邦の圧力によって交代を余儀なくされ、ニエルシュラも解任、左遷されたが、その処遇は、プラハの春後に改革派党員を追放した、チェコスロバキア共産党の正常化に比べれば穏やかなものであった。西側への旅行も他の東側諸国に比べると、 比較的自由であり、1980年には380万人が西側へ旅行している。検閲も比較的緩やかであり、閣僚の使命は形式的ながら中央委員会政治局の決定だけでなく、大衆組織、愛国人民戦線と協議をして決定するなどの改革が行われた。1988年にカーダールが引退し、 恩恵改革派のグロース・カーロイが初期長に就任した。同時に政治局には、ニエルシュが復帰し、ネーメとミクローュポジュガイ・イムレラの改革派も政治局入りした。これ以降、ポジュガイラ改革派によって、ソ連のゴルバチョフ政権によるペレストロイカの流れを受けて、政治改革が急速に進められた。1989年2月には民主化の一環として、 党の指導性の放棄、党と政府の分離を決定し、5月には、オーストリアとの国境にあった、鉄条網の撤去などの改革、開放を行った。6月には、ハンガリードーランで処刑されたナジームレ元首相の、名誉回復と改装を行った。さらに6月23から24日の中央委員会で、複数政党制の導入を決定して1 党独裁を放棄し、1989年10月の党大会では、党の国家政党としての歴史は終わったと宣伝して、ハンガリー社会党へ改名し、1990年以降は、欧州統合を推進する社会民主主義政党へと転換した。その一方で、社会党への改祖に反対した保守、中間派の一部は、新たに同盟の、 ハンガリー社会主義労働者党を結成した。この党は1990年の選挙で議席を失い、以降議席獲得に失敗している。その後1993年に赤い星の使用が禁じられたことに伴い労働者党と当面変更しそれまで使用していたシンボルマークも放棄された。2005年には、 共産主義労働者党と解消するものの2013年には、これに加えて、共産主義の透明の使用が禁じられ再び、労働者党に透明を戻している。モンケスパルト、MUKPRT の実際の発音は、ムンカーシュパルト。柴吉弘、伊藤隆之、萩原忠志、ただの厚志、南塚慎吾町。 東王知る時点 P395 東王知る時点 P396 三浦元博山崎博康東欧革命権力の内側で何が起きたか岩波新書1992年 ISBN40 億430万 2560P47 から48三浦元博山崎博康東欧革命権力の内側で 何が起きたか P49 から50。三浦元博山崎弘康。東欧革命権力の内側で、何が起きたか P50。三浦元博山崎弘康。東欧革命権力の内側で、何が起きたか P50。三浦元博山崎弘康。東欧革命権力の内側で、何が起きたか P51 から73。 ハンガリー社会等公式サイトハンガリー労働者等公式サイトありがとうございます。